じゃあ、こうもカメラが入ったらアップダウンですね。アップダウンをかけて画面センタリングしますね。画面センタリングして直腸のひだはターン操作で避けます。左ターン、右ターンですね。でこの時点で、アングルは解除してニュートラルな状態になってます。で、この屈曲ですね、ここ直腸の突き当たりになりますので、軽くダウンアングルかけて右に180度ローテーションします。でアップアングルで、ひだをめくり上げる感じですね。12時左右は微調整して12時でアップアングルで引っ掛けて引いていきます。ひだをめくる感じですね。これアップアングルグーッとかけますね。で RS は左展開ですから、ここを左にターンします。左にターンです。それによっては今のように半時計回転するような感じで、左トルクのような感じがで、通ることもありますね。で、右展開で S の始まりですけれども、ここまだここは RS ですかね。こっからですよね。ここは S の始まりになると思います。アップアングルかけて、右の壁を潰すような感じですね。で次が左展開ですね。これも左上アップアングルかけて左に軽く、今度右上ですからまた右の壁を潰すような感じでアップアングルかけて、次左ですね。これも左上ですから左アップアングルかけて左に軽く締めりながら半時計回転させていきますね。これ左のトルクです。で右上になったところで、空気が多いと届きませんから潰して届かせてからまた右トルクかけて、ここからちょっとたまりますかね。あ、OK、 届かない場合にはこう、はい、ちょっとね、左を両側にしてみますね。右の足だけ上に引っ掛けられました。開けてみます。でダウン方向にしたらダウンです。これダウン、右手は押してないですよ。ダウンアングル、ダウンアングル、ダウンアングルでこの右展開ですね。まあ、ターニングポイントですね。右ひねりで入ってきます。右ひねり、まあ、関空沿いですね。ちょっと左に触れたところも左に避けてから右ひねり、左ですね。左に避けてダウンで右ひねり、左に避けて、ここは SD でですね、座位が増えて D に入っていきます。でこの12時の屈曲が LCF ですかね。タイガーループ解除して、後半戦です。